こんにちは。目に輪っかがある。輪っか。何かな。お久しぶりんここんばんは。こんばんは、天ぷらさん、はいずさん。<laughs> 山内したくまの軍隊ぴぴさん。こんばんは。目に輪っかがあるって何ですか。輪っか。 ああこれかそうですよライトの輪っかです女優ライトですそうですそうです黒目の中にありますこれですこうやってやるのかと思ったなんかあれだろうのかなぁって思いましたなんか傷とかあるんかなと思っていやなんか何もなかったんですけど なんか目の周りになんかよくあるじゃないですか昔のなんか昔畑とかに入ったらダメオラやみたいな感じでなんか目の周りに跡作るぐらいなんか殴られるみたいな <laughs> そういうわけではないんですね綺麗な人目ありがとうございますさらちゃんキラキラしてて可愛いえなんかわかんないですかえなんでもないです <laughs> 私にしかわかんないと思います あゆなさん本当だ名前が STU48 ファン女子中1さんだったのにユナさんになってるし中2になってるし私も中3になりましたよ絡めえほどの例たえはったえわかるかわかるのかな伝わるかなえなんかサラは私はなんか蛍の墓か何かで見ましたなんか主人公のあのちっちゃい子のお兄ちゃんが その子の子妹のためになんか畑に物取りに行ったらその畑の主の人みたいに人になんか「帰れ」って怒られた時に黒い輪っかが目の前にできちゃったかりますわかるんだ」<laughs> ハートありがとうございますさらその服可愛いけど寒くて寒くないです全然私は全然寒くないですねえ 今日の前髪完璧だねえ今日前髪完璧ですかやったーなんか前髪がめっちゃ長いんですよ長いんですけどそれで最近までさらずっと前髪を、ま、巻くっていうことをし知らなかったっていうか知ってたんですけど全然やってなくって今日は公演しないですそれで最近やるようになったんですよこんにちは目の外側に暗いあたがき ができるやつか、そうです。で、もう忘れてください。<laughs> こんばんは、ゆうさん、せいなさん。くっちゃんさん。ありがとうございます。卵イースター。今日はカラオケのカメラ位いや、今日はカラオケもしないんですけど、ただ。喋るだけかなーって。え <laughs>。 何の何のこと、思い出した何の何のこと?。ええー、分かんない。何の、何があったかな?。前のももちゃんみたいな、目が見してる。えっ、ももちゃんみたいこれ、ももちゃん。こんなんなんだ、よく分かんないんですけど。ああ、あの、のり、だのりとか言ってたやつですか?。えっ、ももちゃん、こんなんだっけな?。ハート、森地、五日さん、インちゃんさん、ドラマ、ありがとうございます。 サラちゃんこんばんは広島市も外出自粛が出ちゃ出ちゃいますそうなんですか外出自粛ってずっと出てるんじゃないですか最近出ましたかなんか学校はあるんですよねでもでもなくなるかもしれないこの土日で決まるとか何か言っててでも学校とかも結構あれなんですよ席が話してあったりするんですよロングでも似合いそうでロング全然似合わないです多分さらは。 ロングっていうのはしてないんですけどこれぐらいとかならあるんですけど全然サラは似合わなくてず今はもうずっとこれぐらいにしてもするよって思ってますもう夕食食べてないですチームメートの奥本ひなのさんですよねサラちゃんこんばんは週末は外出祝あ週末だけなんだくしさん誰もありがとうございます土日は外出そうですね休校決定したんですかえー 島今週末自粛するように知事が言ってたえ、こんばんは初見ですならしか丸さんありがとうございます初見さんとりあえず5月6日までは我慢我慢えー今日可愛いですか今の髪型が一番そうですかありがとうございます今夜もラーメン食べますいいなーうりきやさんごめんなさい1回止まっちゃいました なんやかんやボブが一番って感じかなそうですかずっとこんな感じですね安部さん誰もありがとうございます今日は近いね今日なんか近くでやってみましたなんかみんな結構近いからなんかさら遠いかなって思ってまあ踊るときは仕方ないけどだから今日はこれぐらいいつかポニテお願いしますポニテポニテなんかでもさらは丸顔だから似合わないかな でも一回アクターズの前のスクールにいた時にポニテで歌ったことありますよ。学校が五月六日までとりあえず休校。そのえ五月六日？え長くないですか？えー、アーリーさん可愛い,いありがとうございます。 かわいいサラちゃんかわいいありがとうございますみんな最低限のお金しか使うこと,こな,ことなくなったえー、でもサラ最近なんかなんか最近ではないけどレッスンの時とかなんか自分でご飯代を出してそれでパパとかに返してもらってないからお金がどんどん減っていくって感じですサラちゃん自粛しててもお家でレッスンしてるから偉いよああ <laughs> 太陽公園ですか太陽公園楽しいからやってるんですよ さっきフィフィシングルの発売延期が発表されちゃったそうなんですよ延期が延期になっちゃってそう空もめっちゃがっかりしました安部さん誰もありがとうございますえマサバンナさんさあちゃん歌うますぎませんでしたかい,いえ全然ありがとうございます知らんかったえなんか6時に多分発表されてて 延期になっちゃってでもこの期間に頑張って痩せようって思いましたちょっとショックでしたマリーナさんもショートルそうなんですよ昨日私配信見ましたなんか重大発表って言ってたからえって思ってなんかあのー、あれだいいことだったので良かったですでも重大発表ってちょっとソワソワしてたんですけどめっちゃ可愛かったですマリーナさん大谷さん 無理だと毎回言ったらですよね MV とかねそれはピアこんばんはこんばんはつくしさんマまりに似合ってそうなんですよ大谷さんすごく似合ってましためっちゃ可愛かったですなんか頭がちっちゃいからどっちでもあれなんですよ似合うんですよ延期なんだ残念 <laughs> 発表ブームで心臓もたんわ <laughs> よしブートキャンプやブートキャンプ持ってるんですけどやってないかな最近 STA の衝動率の高さ衝動率高いです高くなったましたねなんかえー、だって兵道さん兵道さんもだし甲斐さんもだしサラもだし大谷さんもだしえー、すごい結構多くなったアイドルの18発表はいいお報告で。 お知らせが悪いあー確かにお知らせって言ったらなんか怖い感じがショート仲間が増えたなんかみんな切りたがるんよマリーナカム切ったらまさかさあじゃないけどいやいや榊 <laughs> さん切ってから <laughs> 増えたよねあー確かに安部さん誰もありがとうございますブートキャンプに <laughs> 入隊 でもきつそう。一番きついやつでやってるって言ってたから、DVD のブートキャンプの3種類の中で。いつかサラちゃんのパフォーマンス見てみたいな。あの、よく配信で公演って言って、練習、公開練習みたいなのやってるので、ぜひ見に来てください。スベさん、誰もありがとうございます。ヤしーさん、こんばんは。わい、そろそろ散髪行きたい。散髪か。そっか、行けないのか。でも、私はあんまりあれかな。 最近サラも行ってないかもしれない女優ライトしてる目のキャッチライトがいい感じしてますだからこの中に見えますね七月10日ショートカットの日だなんでだろうショートの死で通って中ってことかなわかんないサラちゃんロング似合うかもえー、本当ですかロング似合うかなぜひ <laughs> 行かせていただきますぜひ見に来てください 歯医者も早く行っとけばよかった歯医者かそっか福岡の病院でコロナが出たからねえー、そうなんだでも広島もなんか街中の本通りの方で出たみたいな前髪はセルフカットしてるいや前髪はあ前髪はセルフカット家で切ってますお父さんとかが切ってますねこんばんはヤホーみさんさらちゃんの巻き髪見てみたい巻き髪こうやって巻くってことか えー、どんな感じになるんだろう巻き髪髪 <laughs> 今ぐらいの髪の長さ似合うねそうなんか短くなりすぎるんですけどなんかある美容院でずっとちっちゃい時から行ってる病院があってなんかそこに行ったら絶対この長さにしてくださいって言っても絶対なんか頼んだ,だからその美容院に行って2週間後ぐらいがちょうどいい長さになるんですよで あのだからその美容院はめっちゃ短く切られるって分かってるんですけどついつい行っちゃってでまたちょっと美容院行ってから時間かかったのでちょうどいいって感じです何か私髪切ったって言ったらすっごい短くなってませんかいつもなんかなってるんですけどなんかその美容院に行ったら絶対になるんですけどどうしてもなんかそこに引かれちゃうんですよ行っちゃうんですよねくっちゃんさんだるまありがとうございます髪一番長い時えこれくらいです一番長い時でもこことか全然長くない 地元の三芳で2人目が出て悲しみ三好かえ三好なんか三好ワイナリーがあるところですよねなんか三好の公園にちっちゃい時よく行ってましたちょっと遠かったけどこんばんはこんばんはいつもより気持ち長めってなんかそう言ってもあれなんですよどうやっても確かに短く短いんですよなんかその人が多分短くなっちゃう人なんですよ時々お前気味サラちゃんししっかりして いるように見えるね。全然してないです。さらちゃんが一番メンバーの中に短そう。あ、でも、i k e a も短いかもしれない。i k e a も短いかも。森市ごんにちさん、たまごありがとうございます。その美容院のせいで短いのか。えー、なんか、わかんない。長めに切ってください。でも写真に通りに切ってほしい。写真の、なんかこの長さが好きみたいな時に時期があるんですけど、 なんか中1ぐらいの時のその写真をいつも見せるんですけど絶対ならないんですよ長い写真を見せたらいいのかなちょっと長めのどうなんだろうそうです「三好来てくれたんだ」えー、なんか三好はちっちゃい時よく行ってましたちっちゃい時公園を巡るのが好きだったんですよなんか美北南とか公園とかなんか大きい公園公園って言ってもただのブランコとかがある感じじゃなくてでっかいアスレチック遊具があるみたいな。 ゆらちゃんも短い確かにそうなんですよねはいじゃさん誰もありがとうございっそのことを借り上げてみたらさらに短くなるよ嫌ですよその美容院さん下手なのではえー、どうなんじゃろうでも結局そこの人にいっちゃうからなんかあれなんですよねなんか安心してきるんですよねマジックで髪をつけ出そうでもマジックで書いてももう空気だから嫌がらせじゃないですよもう一五二一さん卵ありがとうございます さらに倍短く <laughs> さらに倍短く <laughs> 福山に大きい公園なかったファミリー公園だったかなえっ分かんない福山に公園あるっけ福山はあれしか知らないあのある魅力の里しか知らない <laughs> 商売屋には美北丘陵公園あるそこかそこに行ってたいよく行ってた楽しかったかな懐かしい三好って去年にもののキミュージアムで できたよ。えー初めてしました。まあ噛みのウえルからいいけどね。確かに。サラちゃん推しになってからわいもじゃろうって使う。じゃろうって使うようになったんですかえ、でもあのサラとにサラと同じ言葉を使うようになってくださって悪いんですけど、サラは最近福岡弁にはまってて、福岡弁を話したいなって思ってます。<laughs> なんかずれてますね。サラがサラと同じ言葉を使ってもらったらサラが違う言葉にしてしまう。 バンハイランドあ知ってるかもバンブーなんとか公園ってなんか公園もいっぱい知ってます冬にイルミネーションがあるところね美北はそうだっけよく覚えてないモリツがお兄さありがとうございますえて、ー、のか美北丘陵公園あったよなクジャクなんか動物がいた気がする初見クジャクジャクとかいたっけえー、記憶にない肌ツルツル肌ツルツルですかありがとうございますその美容室はさーちゃんが SD メンバーって知ってるんですかえ知らないと思います 保持さんなんかピーみたいなありがとうございます9か9だ <laughs> 博多弁は HKT 推し時代に吸収してるええー、あそっか福岡のメンバーが多いからかサラは HKT とか嫉妬ととかまあミリアちゃんとかよく言ってます福岡のになかなか難しいけ無理じゃわ <laughs> それを広島なっていうミリタの影響かもしれないミリタめっちゃ使う んですよ広島弁より博多弁あ博多弁使わないですよ全然使わないですけどさすがに私が急に「嫉妬と」とか言い出したら変じゃないですか <laughs> しかも絶対今使っても広島弁半分福岡弁半分って感じになるから「嫉妬と」じゃけえとか言ったら変じゃないですかさすがにだから使わないですけど好きっていうことですね <laughs> ミレアえっえっおっ今日「剣北って読んだ それは県の来たってことですか水道用関西版引っ張られてうってしまうけど <laughs> 誰もありがとうございますさらちゃんこんばんはなんか目力強いねえ身近ですかえ目力強いですかそのがやったん hkta よくラジオ聞いてるああえ画さら聞いてないです1 kt んのラジオアイドルになったので少し長めでお願いしますって言ってみる <laughs> ごめんななさいなんか一回切れちゃいましたねはるさんありがとうございます県北って何ですか県北が何かわかんない <laughs> フィス発売期限の発表そう発売延期の発表がそうなんですよね関西弁と博多弁混ぜて話してもさらちゃん理解できると思いますよあなたのこと水筒よってカメラに向かって言ってみてええー、恥ずかしいあなたのこと水筒よ <laughs> 止,め止まっちゃいましたごめんなさいなんかビッて下ろすやつあるじゃないですか iPhone の明るさとか調整するやつあれが出ちゃうんですよこの前七七三さんありがとうございましたえいちゃんさんありがとうございました <laughs> 広島二年放送するときジャッキーとか可愛いいえー広島2年 <laughs> った大阪メンバーと福岡メンバーで方言え、でも大阪メンバー、あー確かにリッチとかえ、でも福岡、大阪弁は映らない関西弁はなぜか 県北部のことあそういうことそういうことかえそれを略して県北って言うんですかえ全然知らんかったえー、イクラばんえんなってか S T U M そうなのと思ってたえカメ王のやつですかイクラブってえあれ M V 出てたのにカメ王のやつあれになるんだこんにちゃサラちゃんこんばんはこんばんはこうしさんそういえばサラちゃんの萌えゼリ聞いたことわら えー、言わそうとしてるんですよね <laughs> 難しいかありません待ち受け画面待ち受け写真ももちゃんから変えてないえ変えてないというか聞いてください最近なんかももちゃんのちっちゃい頃の写真がめっちゃ可愛いんですけど3歳とかの時のそれが欲しいってずっと前から言っててそのちっちゃい時のももちゃんの写真をで最近送ってくれたんですよ夜中にももちゃんがじゃけさらがそれをめっちゃ編集してあの リッセンも向かって名前まで付けて編集した壁紙を作って自分で自分のホーム画面にしてます絶対ももちゃんから変えてないです <laughs> めっちゃ可愛いんですけどあれですまだ皆さんには見せてないですももちゃんに許可取ってないからなんか20枚とか30枚ぐらい写真を編集して1枚の壁紙につなげたんですよ自分で <laughs> そのうち「嫌や!」とか言ってそう「嫌や!」とか言うかなあらならば普通にカメラに向かって言ってみて <laughs> ここかカメラ 本当は公式で延期ってそうなんですよあ、そういえばサダちゃんと一回七並べ当たったわ今更だけどあり,がとありがとうございましたマスバンナさんイコロブセブンス発売延期ですカメオですかこんばんは広島ジャケーンとか好きめっちゃ好きこんばんは新学期どうでしたかかなピースさんまた来てくださったんですねピースちゃんかえ、新学期は私は三年一組でしたなんか仲がいい子と同じクラスでて良かったです <laughs> どうでしたか皆さんはさらちゃんのちっちゃい頃の小さい頃の写真がかわいすぎたほらえー、そんなに載せたことないかもしれないけどありがとうございます可愛かったよき也さんもおおももちゃんのちっちゃい幼い頃の写真そうかわいいんですよめっちゃ TOTO ですねももちゃんのさらちゃん何時くらいに調べしてるえっ、ー、決まってないです全然ももさらちゃん ももさらマジでラブラブすぎ癒し。<laughs> ももちゃん t. O. なんで。<laughs> マウントスの桃渡あ、こんなところ広島美少女が、え、全然です。それはすごい、七並べ慣れた。え、でもなんか結構まだルールがわかんないです。ちょっと分かってきました。こんばんは、ふうけんさん。かわいい、マイメロディーだ。七並べ少しは勝てるようになった。え、な、なったけど、なんかこん、今日の。 新しいイベントが追加されててそれで見たらなんか合計か合計の勝った回数6回って書いてあってえっと思いました6回以上勝った思いましたふうくんありがとうございますイコラ倍もやんきなのかたちまちって使うあー使わないかもでも国語の文章とかにありそう七七並みのさらちゃんとおもちゃの会を併用しております <laughs> ありがとうございます俺も2組になる俺さら1組ですね自分は3年3組かえ三3組はあるんだすごい サラちゃん、も,もちゃんのお姉さんと聞きました。本当と、ほです。です <laughs> 年齢はサラの方が下なんですけど、なんか桃ちゃんは妹っぽいから、<laughs> サラのお姉ちゃん、妹ですね。一組は呼わないでいいよ。一応個人情報。じゃあ、秘密にしときます。前のショールームでお供い写真、みんなから高評価やで。前の、ああ、結構前か,かな。え、トンネル。 そうトンネルとかよよくわかかんんんなないんです用意が多いと聞いてわらわら TO テレビでオタク用語は通じてないかもよえっ TO ってそういうことトップってことですよねなんかサラもなんか結構分かってきたんですよ最近 <laughs> こんばんは7なの10位のサあちゃんのすぐに知ったの11なおさんありがとうございます <laughs> でも今一押しをヨシリンにしましたなんかモモちゃんとかミディアちゃんとかイケアンとかユリッチとかいろんな人に一押しをしてて今ヨシリンです私の一押し <laughs> ジョーカー最後まで退陣取っとくえでも最後まで取ってたらなんかそのうちあれになっちゃう一期生七並べん一期生七並べ強すぎるもうプロえ一期生さんあそっか矢部下さんとやったから多分矢部下さんの方が強かったような気がしますね紗良うちの中学校11組えー、すごい七並べ紗良ちゃんのカードマジ当たらんサラ <laughs> ちゃんは DD だからな出た DD だサラちゃんめっちゃ DD 笑うえそうですか ?DD サラちゃんえっ DD ですかね 自分と対戦の時はイリアちゃんだった。リーディーじゃん。七アウェいかに止めるかがポイント。あ、パス押して。あれするってことか。え、そういやももちゃんがサラちゃんの称号変わってってすねってたの。え、サラちゃんの称号ももちゃんのときめきじゃないんですかえ、ももちゃんのときめきにしたままですよ。どういうことどういうことサラ何かにしたっけえ、 ももちゃんのときめきですさらの称号は見間違いだと思いますそこだけは言えますねえっももちゃんのときめきですよ <laughs> さあちゃんを死にしたいけどカードが出ないそうりさん <laughs> ひよわさん TO トップちゃうわカードかえなんかいろんな人にしてるんですよそれ <laughs> あでもなんかも,もちゃんとさら壁紙がお揃いって前も言ったじゃないですか何な,ならなんですけどあのホーム画面がお揃いだったんですよお揃いというかさらはも,もちゃんにしても,もちゃんは紗良にするみたいな感じだったんですけどさらは今も,もホーム画面をさらの携帯のホーム画面をも,もちゃん継続してるけども,もちゃんはさらをホーム画面から変えてましたなんかアンケートの締め切りは何時とか書いたのをホーム画面にしてましたそれも,もちゃんに言っといてくださいさらに直しといてって言ってくださいなら <laughs> サラもホーム画面ももちゃんにしてるのでときめきは変わってない変わってないですよね <laughs> 今ましてかももちゃんのときめきそうですよほらほらマスターさんももちゃんはもう2週間か3週間前に買いましたねサラは1ヶ月ぐらい継続してるのに買う了解です <laughs> それ伝えとってください <laughs> あネタですよガチで買えんでいいです困っとったらしかかわいそうじゃっけ だってなんかアンケートの締め切りは何時みたいに書いたのを忘れんようにホーム画面を何とかのアンケート締め切り何日の何時みたいな感じで書いてたんですよももちゃんがそれを自分でホーム画面にしてたからああ変えちゃったんだなって思いました <laughs> え別に変えなくてもいいよって言っといてください <laughs> いやまあさそうですそういう感じですももちゃんの脳はそういう感じですわ <laughs> ら う元気かな君は元気だ「さらで生意キリップス歌ってほしい「コーチを向いてベイベー」のやつですかかわいいですよねなコミックさん「トゥトてトてて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 ゥトゥトしが吉崎んこちゃんになってる <laughs> そうなんかいろんな人にしてみたんですよなんかランキングに乗るまでやってるんですよ なんだっけ100位以内だったらランキングに乗るみたいなのあるじゃないですかあるいはももちゃんもサラは多分94位に乗ってるんですよでゆりっちも乗ってるんですよ多分87位にでイケアンも乗ってて多分今泉みりゃちゃんも乗ってるから今はよしりにしてますなんかみんなのランキングに乗りたくってめっちゃ頑張ってるんですよおしがい <laughs> サラちゃんのカードは2枚結末の一押しガチャでまでコイン貯めるわありがとうございます こんばんはきのひ七並べたいさんありがとうございましたともあきさん使って七並べももちゃんさらちゃんどっちかそそっかしいそそっかしいってどういうこと一応ももちゃん見ましたけどさらちゃんの時が々いてます <laughs> サラちゃん <laughs> これですかこれ <laughs> 七並べいつもももちゃんがサインでもさらちゃんが良いっても,ももちゃん言ってた も,もちゃんが3位でサラヤバ <laughs> いんですよめっちゃ乗ってるやんみんなのランキングみんなのランキングに乗ってるんですよサラはえっへっ中ついつなんか高校卒業ああ賢いコイン集め方え <laughs> もへっさらの関係でもざわついてますざわざわ禁じられた2人ですそれは圧倒的にサラはねおっちょこちょいですかねゆりなのランキングは71位だったよ やった上がっとる上がっとるやったっけあっあれかデッキに載せてるみたいなの DD 極めようとしてるのかわらモンストでほワルツみたいえっ骨ねほワルツやりたいなんだっけ骨骨骨骨みたいなやつなんだっけ骨骨骨ねほね骨骨骨骨のやつですえなんだっけ イブハルさんがやってるやつですよねえあれのなんかなんか NHK の,のやつにやってたらしくって2007年のあれの動画とか見たらめっちゃあれでした板野さんが好みでしたこんにちは初見長さんちょうさんこんにちはまた来ましたまさやさんももさらの禁じられた2人かへえやりたいなほねほねワルツももさらでオオカミとプライドやってほしいへへ <laughs> あと、隣のバナナもやりたいんですよ。サラちゃん4枚でやってるのに、他のメンバーのランキング1位になって、といナウ。他のメンバー、サラちゃん4枚。すごい、ありがとうございます。サラちゃんランキング3位、14位だったら、なかなか上がれない。頑張りましょう。ほねほねる骨か、骨骨ワルツ。骨骨骨骨骨骨骨あい。骨ねほ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 か。ん配信もだいぶすが出てきて、いい感じ。ありがとうございます。 こんにちは宮丸さんこんにちは舞浜アイスティアターです気になりました千ぼさんありがとうございますなんか舞浜アイスティアターがなんかさらに撮って stu に入ってなんか一番楽しかったことみたいに思います今考えたらめっちゃ楽しかったんですよじゃけ stu なんか舞浜のこと思い出したらめっちゃなんか涙が出そうになる <laughs> 出ないんですけど全然出ないですけど え、あれが最後に、でもあれできて本当に奇跡ですよね、すごかったです。フォロ、フォローしました、ちょぼさん、ありがとうございます。骨骨あるつは、カラオケに。どうなんだろう、歌ってないか、歌、歌おうとしたことないかも。エ <laughs> ンちゃんさん、誰もありがとうございます。あれが最後になると。出てないやん。エスティーナライブは楽しすぎた、ありがとうございます。楽しかったね、こんばんは、さーちゃん。 僕らの春夏秋冬いい曲だありがとうございます昼も夜も見たんだよえー、すごい2回も出ないの回なんかわかんないんですよねそれなあれがなかったら仕事やめてたええー、みんなで新幹線移動楽,楽しかったですよなんかあんまりしゃべ,しゃべったらいけない 買ったので騒がしくしたら周りの人に迷惑だから喋っちゃダメだったのでみんなでなんか LINE であのー、人狼ゲームをしたりしたんですけどもうそれがめっちゃ楽しかったんですよ。で途中でなんかゆりっちと席隣になってからなんか一緒に映画見たりしてその後起きたら気づいたら。 寝取ってその後気づいたら舞浜で撮ってって感じで舞浜についとってって感じでもうめっちゃ楽しかった本当にで舞浜の部屋が中学生3人同じ部屋でもうキャーって感じだった本当に楽しかったです語彙力なくてすみません <laughs> みんなで新婚生と楽しかったですナムさん誰もありがとうございますないわかんない星あるんですかどんな言葉ですかそれ <laughs> なんか怪しいですよ舞浜今も見てるよ えでもさらもよく見てますあと何日か遅かったら前もですよねこんばんはせイちゃんさあちゃんの涙は何くなってしまった何安くなってしまったかなえでもさら泣きませんとか嘘でした全然 <laughs> 今日のさら顔のコンディションがいいねえっそうですかでさっきまで寝とったのでなんか今日ブスかなみたいな。 のぶさんかわいいありがとうございますせめて清水氏と並べてできたからフォローしますねありがとうございますせいちゃんさん新幹線 w i f i 使える車両あるよねそうなんですよスティール人道流行ってるのかなあでもあれかもしれないあれあれもやってたかどうあれも配信でもやってたからこんにちは本当に二期生仲いいんですよひろしさんこんにちは青春 マリーナさ羅ちゃんのこと可愛いって言ってたよなんかそれは昨日あのかい、ま、髪を切ったマリーナさんが可愛すぎてあのもバめに昨日の部分に書いたんですけどそれが送れなくって検一に引っかかっちゃってあマリーナさんの件とはまた別のことも書いてて2個話題を触れてたら送れなかったんですだから今日はその代わりに書きますうん <laughs> 修学旅行みたいそうなんですよ「骨骨ワルツのカプリング曲はクジラのバスこれもセ瀬戸内に合いそう」 えクジラのバス聞いたことないかも楽しさ伝ってきます来、ま、た <laughs> よかったです借金舞浜一気に帰省合同でつい ST の最会に涙しました松瀬さん涙したんですか <laughs> おもちゃんと一緒なの楽しいに決まっているそう楽しかったです楽しく活躍できてよかったありがとうございますこんばんは荒吉さん病じゃ泣かないとコロナ終わったらもっとたくさん楽しいイベントたくさんできるよできたらいいですね めっちゃ可愛いよ。さらに倍唐突笑,笑関西人やのに人うちが恋しい毎日。<laughs> ええ、そうですか。握手会再開したら新幹線めっちゃ乗りたい乗りたいです。乗りたいです。ペコペコペコアンティさん、ヨシーさんだるまありがとうございます。マリナとさわちゃんで、マリナさんとさわちゃんのボブジも。ええー、でもなんかちょっと髪型が似たので嬉しかったです。<laughs> 大谷さん、写真撮ってもらいたいです。 さらちゃんんのは長いいからあんまり検閲れないと思ってたえでもなんか長いメールを書いた時は書いてから時間が経って送られるんですよ1時間とか1時間後とか2時間後とかに送られるんですよね初めて来ました猫、ね、くんさんくんさんありがとうございますなんか短いのを書いた日は多分検閲が早くあのー、済むからあれなんですよすぐ遅れちゃうんですよ コメントほぼ全部拾うのがす,ごすぎ <laughs> コメント全部読んだ方がなんか話題が尽きなくて楽しいんですよ。ええー、分かんない。走れペンギンって何かないつも長い文章書いてくれてありがとうね。いや、書くこといっぱいあるのでなんか。元気な子だね。かわいらしい。ありがとうございます、ょうどさん。新幹線めっちゃ乗りたいの滝野さんみたいに。あ滝野さんの席がもうちょっと違うかも。 竹野さんみたいに新幹線が好きになりつつえ新幹線はなんかマニアというか乗るのが好きなんですよね新幹線はみんなで隣になるしなんか隣にあった時とかに喋れるので楽しいですまあ大声で騒いではいけないですけどもぼれなくて読み応えがあって楽しい谷弘さんありがとうございますね検閲するのに時間がかかるそうですかね検閲さだちゃんのもぼが一番面白いえありがとうございます5時間ウったイチローさん 前もししてくださいいままたねありがとうございます走るペンギンを知らない人だえわ、ー、分かんない走るペンギン七鍋の予定とかも送ってくれると嬉しいかもあー送りますじゃあこれから昨日ももちゃん記者の話してたよえー、そうなんだ記者記者か分かんない今新幹線がラガラで東京出張の時 VIP 感ある <laughs> 貸切ってことかえー、でもなんかこの前あれです あのニューヨークの女の人があの本当にやばいみたいな街中に本当に人がいなくってニューヨーク在住の日本人の女の人が本当に日本のあ日本は今のニューヨークの23週間前だから余裕って感じだけど本当に。 コロナに気をつけたたた方ががいいいいみなな動画があってめっててちゃそれで怖って思いましたなんか話それちゃったんですけどごめんなさいあみたいなあれ関西人そうです関西人の方のやつでなんかもう本当に街には全然人が歩いてないみたいな感じで言っててあれですあれ見ましたなんかツイッターで有名になってたから初代チーム4へえちなみに滝野でしょ間違えましたそうです NY ニューヨークです あれみんなに見てほしいえでも今はあれの YouTube の視聴回数が80万回ぐらい行っててえー、って思いました92さんありがとうございます自宅警備員増えてそうあれ大阪弁のママさんそうですね今日のん今の日本の状態よりもやばいのえなんか人が全然本当にいないって言ってましたおととい七並び始めましたえ <laughs> どんどんやってくださいふーちゃんのお姉ちゃんニューヨークえええっ藪下さんのお姉さんええー、気をつけてほしいですね リアルバイオハザード状態だってね,ね怖いですよねクライムさんありがとうございますだるまだるまじゃないよこれたまお昨日のももちゃんゲイ美線とかのディーゼル記者記者何それ難しい横浜も何かなガラガラってことニューヨークは1 8メートルより近づくと罰金そう11万円罰金とかあるんだヤバタニエン日本人でハーレムに住んでるとかすごすぎるわバイオハザードおすすめ 引きこもって七鍋するしかえでもなんかずっと家にいる時は YouTube を見てなんか食っちゃうねって言って感じなのでやばいって感じです本当に頑張ろうって思ってます <laughs> えっあれですよねやっぱり家にいたらなんかダラダラしちゃうからよくないですよね太っちゃうんですよ東京も世界三大都市だからなる可能性はあるよ怖いですよねえっ運動したくなるそうなんですよ 歯についちゃった口紅が。<laughs> クライムさん誰もありがとうございます。ユキリンのユーチューブが面白い。え面白いです。あのユキリンのユキリンさんはなんかえユキリンさんのユーチューブさらめっちゃ見てます。え全部見ました。握手会のやつとかも見たし、あのいつ気づかれるかのやつも見たし、あと何かなあのコールコールみたいなやつも見たし。ちなみにさこちゃんにあれを連発し始めるぞかなりき,きし始めるからやめときよ。え何かなあれって。 クライムさんありがとうございます。ルーシーさんかわゆ <laughs> かわゆ香川おつさん誰も、まありがとうございます。今みんなそんな感じよねだらそうなんですよ。あダンス動画見ましたサらも柏木さんのがか一番そうなんですなんか喋るのが本当に上手でなんか握手会とかもめっちゃなんかコミュ力が高くてびっくりしました。 最近、運動不足だからストレッチしながらテレビ見たら偉いですね。ストレッチとかも全然してないんですよ。運動はいいみたいだからランニングは毎日してる。偉い。ユキリン YouTube の振り付けのやつすごく好き。えー、もうユキリンさん本当に手足も長いし、本当に喋りも上手だし、完璧ですよね。走れペンギン2013年の陸クア1位。えー、そうなんだ。陸クとか、なんか陸クっていうものの存在を、 なんか最近知ったんですよ、紗ら私、12月ぐらいに知りました。リクアワっていう全然知らなかったんですよ。ユキリンは元祖握手会の女王。で、ね、すごいですよね、ユキリンさん。よしーさん、ハートありがとうございます。さこちゃんは、あれという言葉に敏感なんだね。敏感。えどういうことえあれん、わかんの。あの顔残すダンスパクロ。あー、ユキリンさんの。なんか、ユキリンさんの。 番組の男の人と男の人が歌ってる横でユキリンさんが踊るみたいになるじゃないですかあれがテレビのあれが本当にすごい上手でいっつもテレビで見てすごいなって思ってますあの前回のは岡田さんとかも出てましたこの前運動がてらしないから宮口もサイクリングしてえー、遠いすごいすごいですねでもチャリか塾に行く時しかチャリ使わないんですよねリクエストアワーベスト100ハートヨシーさんありがとうございます 久しぶりです2013年って2013年は2006年までで7歳で7歳小1え小2期とかじゃない小2の時ですね2013年はこれだ長くておたかつ鶴さくの貧血で倒れそうへへ <laughs> 貧血 <laughs> またお手の握手しようねお,お手の握手塾かそうなの塾行ってる時しか使わないんですよ ユキリンが踊るっウタコンとかで歌コンじゃなかったです歌コンじゃない何の番組わかんないウタコンじゃないんですよね塾行ってるんだ偉い久しいさんありがとうございますさらちゃん塾にそうなんです行ってるんですけどその時とかにあれ自転車をあれするって感じですなんか塾はあるんですよね今もこの時期でもやってるんですよ でもなんか春休みの塾の宿題とか全然あれなんですわ終わってないんですよあーやばいもしかして言ってわかんないううとえー、何これわかんないあまぐりさんありがとうございます花コロナ対策されてるん塾えっでも結構されてますあのー、アルコール除菌があったりこうやって配り物を後ろに回していくっていうのがなかったりします今年受験生です さあちゃん村山さんでもなんかサラはなんかやりたい時はめっちゃやりたいと思うんですけどやる気がなくなったらもう一気にやらなくなるのでそれをやめたいですね性格をなんかやる気がなくなったらもういいやって思って爆食とかするしあと勉強も全然やらないので本当に1年生の越学院のテストとか本当にやばかったんですよ だからそれを変えないといけないんですよもうやらなやらやられたくてもやりたくなくてもやらないやらないといけないって感じの考え方にしないといけないんですけどそれはやばいぐらいなんか,かん気分の起伏が激しいんですかね心配はジョギングもするしさら <laughs> 安兵衛さん花ありがとうございますもう受ける高校とか決めてるえあんまり決めてないです勉強と活動の余地頑張ります爆食えわ分かります分かりますかフィスシュちゃんえー 受験生やって塾行ってるんだねそうなんですよサラちゃんはサバサバしてるそうですねかなりサバサバしてる <laughs> って言われますねよくこんばんはこの前チーム8の子が無言で勉強開始信。ああでもそれ勉強してる方とかお仕事してる方とかいいかもしれないももちゃんも勉強はあんまりしないらしい勉強も嫌ですよねでも勉強は最近はあれですね公演を見ながらやってますあのー、最近は シアターの女神公演にハマってるんですよ。爆食やめるならのさつまいもですよ。リコチーラン。<laughs> 一応自粛でも散歩とジョギングはですね。今はまだダイエットのモチベとーーか、それがなんか昨日むっちゃやばかったんですけど、今日はまたモチベをモチベーションを取り直しました。持ち直しました。好きな教科は体育はできそう。体育できないですよ。全然。ああ、でもシャトルランはできない。シャトルランは普通です。六十ぐらい。平均で。 あれ何かな反復横飛びとかできるかもで好きな科目は好きな科目は理科ですねなんか理科理科嫌いだんでもな好きな授業と好きな科目が違ってて好きな授業はなんかなんて言うんだろう席が後ろの方の授業は好きですねうんっ見られないからでも科目として好きなのは美術とかが好きです 気持ちの切り替えが早いって捉えようそうですめっちゃポジティブで怒られたりしてもまあどうせなんとかだからみたいな感じでサロンすぐ持ち直せますつくしさん誰もありがとうございます爆食配信に来てえー、ダメですよめっちゃあれですもうサロ本当にやばい感じですみんなもお腹空すきますサらの滑舌の良さえ滑舌全然良くないですよめっちゃ噛みますもうあの早口言葉が言えないです 生ままぎ生米生卵え言えるかもえ言えます言えた何でなんで言えたんだろう <laughs> 配信で勉強したら誰かに見られながらじゃっけって抜きできんで確かに答えはもう絶対移すとか絶対ないしまいはちゃんもずっと勉強しながらし信えらいですよねさらも見てました前にゆなにが勉強配信見た見た,ら見たかった公演見ながら頭に入るえ結構そういうのをやってた方が見えますモチベのプロを目指して頑張りますねよしーさんありがとうございます 炭水化物は隠しとかないときにそうなんですよでも親に隠されてますパンとかはおーオーネストマンとユニットのキャンディーいいよねえー、わかんないキャンディーなんだっけキャンディってあれなんか見たような気がする嫌いなのかよ基準が座席え好きな授業と科目が違うんですよ実験は好きだけど理科の勉強は嫌いってことかえ、実験は好きじゃないんですよ実験は好きじゃないけど理科はサラがサラがあの席が後ろの方なのでたまたま だから好きってことです。<laughs> 物理好きだから理科好きなのかと思うで,でも宇宙とかはやってもらえないんです、やってくれないんですよ、授業で。だからあんまり、なんか、骨とか骨とか、<laughs> 骨骨骨骨か。なんか動物の骨とか、なんか電気とか、あんまりなんか好きじゃないのばっかりやるんですよ。さあちゃんがシアターメガネに似てるなら、よかしよかしの幸せはめっちゃあれですよ。いいですよね。 覚えたいと思います頑張ってめっちゃ言えとるやん。<laughs> 言えてますかプロえー、言えてるたまたまですね活発な子これは人気出るでさんありがとうございます早くずぞコメントつぜつえな初見です岡田のさんについてポップさんどんなんですか岡田さんさんさすがシミスプロですマスファンズさんいやいやいやクライムさん誰もありがとうございますショールームしてたら滑舌な良く,くなる説あるほら噛んじゃったそうですねでも <laughs> いいねふっくらごはんさん全然ですありがとう口をワ、OK、ケかけてハキハキ言ったら言いますよね頑張ります <laughs> シアターの女神公演のユニット夕風の仕業かなマシンガンコメント組 <laughs> サラちゃんというファンのような隠されるそうなんですよパン美味しい、うん、パン美味しいから宇宙は中3かな <laughs> そうですね習わないと思います多分宇宙は東京特許許可局局長急き許可 却下カもう見えないです。ヨッシーさん、だるま、ありがとうございます。キャンディーシアターのメガネコーディネーショ曲。曲割りにキャンディー舐められるよ。よそうなんだ。え、本物のすごっ。動物の骨。今日のリップの色好き。これです。なんか、いろんな子が持ってますよ、STA の。みんな、一緒、結構。理科の実験嫌いで考察と結果のすり合わせが好きだったな。さすり合わせくっちゃんさん、だるま、ありがとうございます。 岡田菜さんは何,え何かな星気になるちょっとひらがなとかで教えてくださいごめんなさいアブリカルビを早口で3回言ってみてアブリカルビアブリカルビアルビカルビ <laughs> 言えてない骨は魚類両生類何爬虫類哺乳類で比較すると面白いよ哺乳類が星になっとるし <laughs> 安部さん誰もありがとうございます沖ちゃんに宇宙の特別授業えしてもらいます沖さんにしてもらいたいですよぜひ 早口言葉を覚えないと言えないですね頭の中で考えているうちは言えないんです朝はパンパンパパンキャンディで可愛かったの宮浮さくらちゃんええー、そうなんだこんばんは sba さん平次さん <laughs> こんばんは sba さんだれはありがとうございますアルビ <laughs> アブリカルビリップのマット感良きマット感ってどういうことですかんシアターの女神公演は最後に紙飛行機を描く世に飛ばしたいあ知ってますそれは ドンキ行ったらレジのところにサンリオの髪留めあってサラちゃんが欲しがってたやつだっえっあれもう買ったんですよそしたらなんと推しメンの今村マリアさんとおそいでしたあのマイメロディーにしました矢探さんありがとうございます岡田さんえ何かなショートユニット曲で何曲は何なのユニット曲はジュリエットですね僕とジュリエットとジェットコースターです僕隊では「君の人にはプラネトリウムの剣」<laughs> そういう歌があるのかと思った 岡田奈々さんとの岡田さんはなんか写真を撮ってくださいって言いに行ったんですよ舞浜の時に初めてなんかよく喋れたのでそしたら岡田奈々さんがサラを見た瞬間「プーロー!」とか言ってくださったんですよ岡田奈々さんがえでもサラは心臓止まりそうだったんですけどそれでなんか写真撮ってもらってなんか必死で思いついた言葉が「なんかゆーなもぎアんチャンネルさんいつも見てます」ってだけだったんですけどあんまり喋れなかったんですけどすごいオーラがあって。 写真モボ目で送りたいんですよでも送れるかわかんない送れるかなおっとおっとなになになし縁なし何って思うまあさんおしなんだスマもももももなんかわかんないよマリアそうなんですよまあさんおしシアターの女神公園さくらの生誕祭が初めての声だとえーそうなんだモボ目のソロサラちゃん燃えすぎて急です。は <laughs> いさん誰もありがとうございます 早口言葉これ特得だな,な君の人にプラネティウムって言うてある <laughs> あるか <laughs> 分かんないかったんですつい言ってくださったんですよプロっていやですべさんどうもありがとうございますチャンネルさん「紙飛行機」の作者は君はメロディーと同じえそうなの知,知り合いん同じ知り合いえっチョボさんの知り合いってことえどういうことすごい。 頼んだって言ったのよえーわかんない舞台のところですよねえでもでもなん誰に言ったかわかんないですいや曽根さんだろありがとうございますてるるさらちゃんかわしすえ写真今日送りますねあのでも検閲に引っかかって送れないかもしれないなんか同じグループの人だったら送れるんですけど岡田さんは AKB さんでもあるのでなんか他グループだったら送れないみたいなのがあるかもしれないので一応ありがとうございます奥原ひな子ちゃんのなんけて髪ひっくおきゲッしたことあるええー、すごっ 福原ひの子さん、ユーナを見て一言。え私はもうユーナーさんが本当に大好きで最近まで LINE のアイコンもゆいりさんにしてたしあの写真もめっちゃ集めてます一言っていうかなんかユーナーの時の岡田さんはめっちゃ妹っぽい感じ妹っていうかなんかどちらかというとボケって感じなんですけどいつもはなんかしっかり者 STU だとやっぱりキャプテンなのでキャプテンじゃないや <laughs> キャプテンじゃなくなったけどだからなんか結構なんかギャップがいいなって思います <laughs> 安部さんありがとうございます自衛とかすごく生で見てみたいえー、ぜひ来てください許可もらえばありがとうございますなあちゃんがプロやれたらホンらないえー、本当に嬉しかったですこんばんは配信お疲れ様ありがとうございますデブレストって食パン屋さんバリューマイを袋町に食べてみたい行きたいけどあれかもしれないえ <laughs> 今コロナだからプロ同士バトってほしい <laughs> こんばんは前髪くるりもかわいい マ、ま、マリちゃんショートにしてたえショートにしたんですかえ全然知らなかったですソルソルさんありがとうございます今日くられなかったら検診にかかったってことですねお願いしますユーナのキズユーディちゃんスレンダー <laughs> 七鍋もしていますしてますよ七鍋 確かに々さん IKB シティのメンバーだからいいんじゃないいいかもしれないですね。そこう考えたら。熱い言うなあい。そうなんですよ。ゆいりんには出てる。そうなんか妹っぽい感じがあるって可愛いです。ゆいりって、ゆいりんさんって劇場で若い子にモチってでもよく話してあーでも若く見えますよね。よしさんは。ありがとうございます。3周年の時はなあちゃんと話したいや話してないんですよ。話せませんでした。席が遠かったので。 私たちの席に紀勢さんがいなかったんですよ名前順だったんですけどなんかあいうえオーダーじゃないですか岡田さんだからイケアンとかと今泉ミリアちゃんとかイケアンとかと、うん、席が同じでしたねだけどサラは死だったので全然コロナ気をつけて女子さんありがとうございますシングル延期 PM そうなんですそろそろお茶でも飲むかいいや今日は踊ってないので大丈夫です今何分かな今度して鍋配信やってスマホも置い持ってる 七並べはタブレットでやってますねいつもスマホとは別でゆびんと岡田アナウは仲いいですかえー、でも仲いいと思います結構喋ってました18時52分休日は山にこもって, <laughs> 死って誰か使うえっさらばさこちゃんとかアリスちゃんとかあいこちちゃんとかりこちとかゆうなちゃんとかでしたね今日は何してら今日は学校でしたね藤丸さんハートありがとうございます もう最近なんかフォーティエイトグループの推しメンがめっちゃ増えてて。なんかいろんな。人が好きなんですよ、本当に。だからユイディさんとかも最近好きになったし。初見でちゅ、永瀬智也さん、時男さん。ありがとうございます。推しメン。え、今村マリアさんと塩月ケイトさんと。誰かな、石橋ゆぶきさんと工藤遥さんと。え、もう、待って言えない。<laughs> そう、新太りのの花さんも好きです。なんか新太りのの花さんが本当になんか好きなんですよ最近。すっごく可愛いんです。本当に大好きです。可愛くて。新太りののかさんと大谷まりなさんとえっ、ー、とゆうりーさんと奈々さんとえ他にも全然あると思います。<laughs> ちょっと待ってください。もっといます。D.D. のプロです。誰が一番好きなの？え選べないです。 あ,あと、リッセイももかちゃんもですね。ナナさんもさあちゃん。えー、話しかけてみたいです。こんばん。超絶 DD です。今ランキング読んでくれたら男女すぐ落ちる。ほら。団状、もうちょっとしゃります。リリア、さあちゃんかわいいね。ありがとうございます、トキオさん。DD です。さやゆうり。<laughs> あ、でも宮脇さんも好きですね。 んんちゃんさんそうなんです新谷乃々佳さんが本当に可愛くて推しですね大谷さんもですよでも学校ありました2週間へえー、そうなんだのんちゃんさんかわいいもんそうなんです新谷さんくどはるましてはい知ってますねさらちゃんいけないと好きなさらちゃんケイト好きなんだねそれはかわいいえ大好きです塩月ケイトさんなんかワルダワルダワルダの塩月さんが特に好きですねのんそう新谷さんと喋ってみたい NMB の岡本玲奈ちゃんもおすすめ。え、よくわかんない。誰かな ?DD 極みえ道。DD やん。<laughs> 喜ぶね。え、なんか、手を出したとか、まだ一回も話したことないんですけど、本当にあれなんですよ。さやちゃんの他にココナ NMB 大好き。ココ、ココアヤココナ。え、わかんないな。日向坂の小坂なちゃん、きょんちゃん。日向坂さんはよくわかんないんですよ。 つくしさんありがとうございますマリーナのんちゃんサラちゃんが欲しいです <laughs> はじめましてこのまましての目指すッキーくんさんありがとうございますコンサラあロリコンサラですねはい <laughs> 認めますエエイトイトはあれ長谷川ももかさんとか ノ,ンちゃんのめノーメイマンそうなんですサラメールあげたら動画一家と別のものまたつぶやくねえみ見せてください塩付きあれもう保存しましたというか <laughs> また話しますこの前のんちゃんとのメールでももちゃんとツイートて,きてさあちゃんもおはようえっ写真撮ってもらったことないんですよ撮っていただきたいです撮っていただくように話しかけます実は俺一軒家のみくりにもえっ私も大好きですあのフォローしてますあのあれもあのショールーム私も大好きですね 東島学校してしてますね長谷桃さんです下尾ちゃん下尾ちゃん山田京香ちゃんわかんないこれはままに取らなきゃ SKE 研究小学生あれですよね林美玲ちゃんですよねえ私はあの林美玲ちゃん林美玲ちゃんはあのオーディションの時からずっと追ってたので林美玲ちゃんと杉山アナさんちゃんはサイトもオーディションの時から見てましたそれだけはちょっと私は子さんなので <laughs> 杉山さんと林さんは両方オーディションの時から知ってました。知ってました。って知り合いっていうことじゃなくて、ずっと見てました。私は。人見知らの一人見からアタック頑張って話。<laughs> あの最近よく聞く可愛い,いの。え、可愛い,いんですよ。すっごく可愛い,いんですよ。ダンスが上手なんです。しゅさん美人すぎ。<laughs> 林美玲さんめっちゃ可愛い,いんです。 清水さらちゃんめっちゃ可愛いいもんだいや,いやいやいや全然子さん安子さんピしときます一応私はオーディションの時から飲んでって <laughs> チーム8のシアハラあよくショールームされてますよねよく見ます SKE となって広く D そうなんですよねマウント取ってきたなミレちゃんすごいな子さんなのでくしゃみかわいそうみミレちゃん小6だよね <laughs> そうですねマジですごいですミッツンとアイちゃんかわいい赤ンが好きレイちゃんもあイ8さん さらちゃん妹キャラのメンバーが好きなえそうかもしれないえでもユイリーさんとかも好きですよバイマシミサラオーディションから見ててこさん <laughs> <laughs> STU のみ南みゆっちハイジさんありがとうございますあくたさんこんばんはショケンさんチョボさん <laughs> 塩原かりんちゃんがよくお勉強配信えお勉強配信なんだうんダンスのマイコじゃあそろそろランキングを読もうと思います じゃあいきますよし13位ソルさんありがとうございました12位キ也さんありがとうございましたちょっと今日はお礼したらガンってぶつかっちゃう11位ハイズさんありがとうございました10位藤丸さんありがとうございました9位はるさんありがとうございました8位ザッキーさんありがとうございました7位クライムさんありがとうございました6位キーピーさんありがとうございました ごえくっちゃんさんありがとうございました。四ヘリさんありがとうございました。三香川おつさんありがとうございました。二モリチゴニチさんありがとうございました。一安部さんありがとうございました。ありがとうございました。指から出そうマスコさんありがとうございます。でも時機を失したらガーンってぶつかっちゃうからちょっとめっちゃ低めでしたこう言ってありがとうございました。また見に来てください配信するときはバイバーイ。